アンボイナ島におけるエーランの領土を描いた同伴がアンボイナ事件とは1623年にオランダ領東インドモルッカ諸島アンボイナ島にあるイギリス東インド会社召喚をオランダが襲い召喚員を全員殺害した事件である。アンボン事件、アンボイナの虐殺とも称される。この事件によりイングランドの高新領貿易は頓挫し、オランダが同等の権益を独占した。 東南アジアから撤退したイングランドはインドへ矛先を向けることとなった。生存したイングランド人の証言に基づいて描かれた拷問の様子。アンボイナ島はモルカ諸島南方のセラム島の南西に位置する小島でクローブなどの高慮を産することで知られる。ヨーロッパで沈調されたこの高慮を求めて同島への進出を図る国が相次いだ。1512年に ポルトガル人のアントニオ W が進出して以来、アンボイナ島の公領はポルトガルが独占した。しかし、1599年に、オランダ人のファンワールワイクが、ポルトガル勢を駆逐し、1605年2月、ニュービクトリアトリデを構築して支配権を確立した。これに対し、イングランドも1615年に進出して、公領貿易を行い、激しく競争した。 事態を収集するため、英蘭両国の政府は1619年に協定を締結し、などを相互に確認した。しかし、オランダの現地当局はこれを無視して取引を行い、激怒したイングランド人はバタビアのオランダ人を駆逐。両者の確執と対立は一向に収まる気配がなかった。この当時の日本は戦国時代が終わり、 関ヶ原の戦いの後の大名海域は大量の浪人を発生させた。生活に困窮した多くは、鎖国確立まで多くが欧州や東南アジアの傭兵となり、東南アジア方面に渡航する者が増え、アユタヤやプノンペンには日本人町が形成されるほどであった。アンボイナ島にも傭兵として勤務する者もいた。1623年2月10日の夜、 イギリス東インド会社の日本人平戸出身の傭兵、七蔵がオランダの衛兵らに対し城壁の構造や兵の数についてしきりに尋ねていた。これを不審に思ったオランダ当局が七蔵を拘束して拷問にかけたところイングランドが砦の占領を計画していると自白。直ちにイギリス東インド会社召喚長、 ガブリエル・タワーソンら34名を捕らえた当局は、彼らに火攻め、水攻め、死死の切断などの生算な拷問を加え、これを認めさせた。3月9日、当局は、タワーソンをはじめイギリス人9名、日本人10名、ポルトガル人1名を残首して、同等におけるイングランド勢力を排除した。実際に、イングランドが襲撃を実行しようとしていたという、 自白の信憑性は低いものと考えられており、事件当時オランダ東インド会社総督であった、ヤンピーテルス・ゾーン・クーンは、自国の貿易独占を主張し、本国政府の対応を弱腰と非難していたため、事件は彼の仕組んだ陰謀であるとの説もある。この事件はイングランドにも伝わり、両国間で進行していた東インド会社、合併交渉は、決裂、東南アジアにおける、 イングランドの影響力は縮小し、オランダが支配権を強めた。しかし、かつて同僚の金と交換されたこともあったほどの高級品だった香料の価格は次第に下落。それに伴い、オランダの世界的地位も下がり、海外拠点をインド、イランへ求めたイングランドは、良質な綿製品の大量生産によって国力を増加させていった。1652年、 第一次エイラン戦争の2年後、事件発生から31年後の1654年には、オリバー・クロムウェル五国強化のウェストミンスター、講和条約で、オランダが30万ギルダーの賠償金と米国のマンハッタン島を支出することで決着した。ガブリエル・タワーソン等の相続人には3615ポンド支払われた。ジョナサンス・スウィーフとの ガリバー旅行機の中にも虐殺が描かれている。ありがとうございます。